はい、皆さんこんにちは。小口義理チームの全員です。で、謎の美少女さんと淀姉さんです。今回はですね、なんとね、ちょっとね、最近ハマってる温度やってみたいと思います。何をやるかっていうと、今回第1回目はよさこいと言いたいところなんですけど、実は今日はよさこいということで東京温度をね、やってみたいと思います。東京温度って実は5つしか振りがないんです。実は5つしか振りがないので、すぐまあまあある程度早く覚えられます。じゃあ僕はちょっとの簡単に言って、僕先生じゃないんでこうざっとこうもわっとした感じで一回流すので、その後僕が終わった後に音楽で通してやってみましょう。まず一つ目の動作、パパンガパンね、横田のパン立ち上がりますからね。パパンガパパンガパンで、後ろに下がりつつこう下がりこんな感じでこう後ろに下がって、左右でも2回ぐらいやっておいて、次に大月さんは丸丸丸、まあ、で、で次に右手出して、どっちかこっちだな、こっち出して、で左手出して、最後にこうこうやってこう温度がね、この角度でこの角度でやって、でこれで左、これを、ね、繰り返すだけです。簡単ですよね。では音で、耳を見までやってみるだけは結構ですね。メインは僕もあんまり上手くないですけど、やってみたいと思います。それではですね、ずれるかもしれませんけど、そこはもうご愛嬌ということで、では音楽に合わせてやっていきたいと思います。ではミュージックスタート。こんな感じですね。はい、なかなか5つですけど激しい運動量もありました。ではまた次はね、また別のね、温度とかね、物資をね、覚えていきますので、お楽しみに。ではチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。